間に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の…よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われている。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。出てきたな。ぶっ飛ばしてやる。ブルジャンブ、プルミエールアッシュ。これは気を抜けなそうな相手ね。
オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。なんで私なのよ。サンダーボルト、テンポ。やっべ、俺が。ゴムゴムのバズーカ。やっべ、ボーショット。そこまで。支援フルール、デルフィニウム。まずいわね、こいつ強いわ。任せて、サンダーチャージ、ウィングアーム。まったく、あっち。ゴムゴムのブレット。全員ぶっ飛ばして海賊王に。この力があれば大事なもんだって。悪くないわね、仲間のために。俺強くなった気がする。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。おい、それ俺の帽子。なんだ、体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。
往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。何を遊んでやがる。なんだ刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。いけるか。うわ、これは一筋縄ではいかなそうね。ちょっと痛いよ。今行く。舐めないでね。こう見えて任せて。えい。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好き。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところだな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの。この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の上です。だがな、
嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会った。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいな。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。2階は寝床みてえだな。
あら、ここ風が気持ちいいわね。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。私だってやるんだから。ナミスワン、今がチャンスだよ。ありがとう、サンジ君。さて、行くわよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。みんな準備。俺が相手だ。そこだ。レディーが待ってるっていうのに今行く。マナーがなってねえの。俺の力が戻ってきた。ここまで腕が上がるとは。
れが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。ここは自然に風化した状態ではないわね。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。ちょっと見て。こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。
何か光ってる。あれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。探さねえとな。てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど俺たちの何よ。何、そんなこ。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。粋なことするじゃん。てらこの野郎。粋なことするじゃん。あなたたち覚悟はいいかしら。お前たちの相手は俺だ。おら、俺の仲間に手だ。その手だ。さてどうしましょうか。これでどう。やってやろうじゃない。
休ませてくれてもよかった。なるんじゃねえ。その程度だよ。どうすっかな。行くぞ。邪魔するなら容赦しない。任せて。早く回復しなきゃ。こんな、行くぞ。これ使うぞ。ありがとう。おりゃ。効かねえな。任せて。ちょっと痛いの。やってやろうじゃない。えくそ、血が。俺に任せろ。じゃねえ。ロビンちゃん。力が戻る。私の力を少し。モカさん。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ。上陸し。島に近く。あら。黙って飛び降り。監視を。これって飛んでいったキューブじゃない。どうすりゃいいんだ。食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出した。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。
っとっと。伸びるな。かかってきやがる。行くわよ、サイクロンテンポ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。待ってろ、バースコート。私たちは進まなくちゃいけない。トレインタフルー。俺は私の少しよみんな、ね、しましょうか。トレインタフルール。強烈なのをお見舞いしてあげる。行くわよ、サイクロンテンポ。まったく、レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンシャット。覚悟しろよ、ゴムゴムのバズーカ。悪いな。甘く見てると後悔するわよ。行くわよ、サイクロンテンポ。いいわ、任せて。トレインタフルール。フリップ
見て、またお宝よ。いや待て、お前にはあれが見えないのか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。天候の科学、とくとご覧あれ。ミラージュ。レディーが待ってるっていうのに、まったく嫌。バースコート。勝負だ。邪魔だ。痛いって言ってるでしょうが。あとは任せてもらって大丈夫よ。まだよ。嫌な。トレインタフルール、フリック。狙うならあっちにしなさいよ。俺に任せろ。バースコート。その程度か。俺は負けねえ。行くぞ。ゴムゴムのバズーカ。邪魔するなら容赦しないわよ。俺に任せろ。よく覚えとけ。この力があれば私海の少し俺目ざ。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。流れてる。
切れたな。くそ、まだ腕が鈍ってやがれ。いるのか、こんなところに。ちょっと邪魔よ。こいつらを。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート！覚悟しなさい。行くわよ、サイクロンテンポ。さてと、次はどいつだ。海の位置、あたしのこの力を、うん、少し俺ください。気をつけて。な、俺、レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンショット。てなこの野郎。情けない姿を見せちまったな。行くわよ、サイクロンテンポ。俺は負けねえ。次はどいつだ。ゴムゴムのバズーカ。私の出番かしら。任せて。この力が…あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。
エルイ。てめえらか、ずっと見てやがった。そうだ、やってみる価値はありそうだな。あの地海の一流、私の力が怪物、こんなところで満足はしねえ。何か言ってるな。チョッパ、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。いざいざ。そこに俺たちが通りかかったわけか。いっさ、いっさ。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。メル、ああ、あの時のス。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく。いや、バースコート。ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったがな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。
やってやるぜ。とりあえず仕方ねえだろう。しかしこの島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ははは、前向きなのは結構だが、実は…あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手ごわいやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかは。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか。そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。レディーにはこの特別な一皿だ。